皆さんこんにちは、しょぼすけです。本日はですね、金曜日となっております。サンディエゴに着いたのは木曜日なんですけども、木曜日の動画を一切撮っておりません。簡単に言うとですね、寝込んでました。すいません、ごめんなさい。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。寝込んでました。いやもう本当に体調悪くて、飛行機出た後ぐらいからマジで体調悪くて、で一応木曜日もいろいろパーティーとかがあったんですけども、本当に申し訳ない気持ちで全部キャンセルして寝てました。でおかげでね、20時間ぐらいもうとにかく寝て、まあ、ある程度動ける状態まで回復したので、今日は通知校を楽しんでいきたいと思います。こちらですね、見てください。これめっちゃ良くないですか、これ景色めっちゃ綺麗でしょ。本当にツイチコンの会場の横のホテルなんですけど、そこでですね、ホテルもすごいいいホテルで、もう入って、なぜかね、ベッドが2つあるっていう、シングルの部屋じゃないっていう。でね、お風呂も非常にいいお風呂でございます。いいでしょう。はい、ということでこの後ですね、ツイチコンに行って楽しんでいきたいと思います。それでは次の動画にキュン。朝ごはんが届きました。やばい、なんかブレイクファーストハンバーガーって書いてあったんでね、もうちょっとした感じで来ると思ったんですけど、もういきなりのストロングパンチ。夜ご飯でもおかしくない量、ちょっといただきたいと思います。それではですね、今からスイッチコンに入っていきたいと思います。僕の体力はまだ完全に回復してないですけど、でもさすがにね、これ以上僕は休むわけにいかないんですよ。なんで頑張ります、頑張ります、頑張って楽しむぞ。もうすげえ、スイッチ込んだ。はい、ということでね、こちらスイッチ込んだ会場で、こちらがですね、メインホールになります。この中でいろいろですね、催し物を行っているみたいなので、ここを早速見ていきたいと思います。すごいですね、もう人がね、大量に出入りしてて、誰かね、多分上もそうだし、上がですね、物販になってて、で下がメインの様々な企業の方が出してるホールで、奥の方に同人の普段絵を描く林をしている方とかの物販とかあるので、もう階層別にね、分かれてるみたいなので、それぞれを見ていきたいと思います。すごいって並んでるな。なんかツイッチプライムで何かもらえるってこと？なんだこれ？ミステリーボックス。
なんかいろいろ同人系のものが売っているところですね。すげえ、なんかモンハンっぽいピカチュウのバッジが売ってる。かっこよ。で、あとが結構ね、中も広くて、ね、あっちがね、公式のスイッチグッズの販売店なんですけど、ちょっとね、人が並びすぎてるんで、後でまた人が空いた時に行きたいと思います。ありがとうございます。